中世紀96年、地球に落ちたユニコーンガンダムと、バナージを助けたガランシェールが西サハラ砂漠に不時着し、ラプラスの箱をめぐる騒乱が地球上に波及する。地球に潜伏するジオン残党軍は、ヨンムカークスの呼びかけによって、地球連邦政府首都、ダカールを襲撃する陽動作戦を展開。再び、ダカールが戦火に見舞われるのであった。ジュアックは、OVA、機動戦士ガンダムユニコーンに登場する、ジオン残党軍の水陸両用モビルスーツなのでおます。かつて、一年戦争時にジオン公国軍が開発した圧壊の流れを汲む機体ながら、ラプラス事変に至る、十数年にわたって回収されながら使われ続けた結果、もはや別物と言えるほどの進化を遂げた機体なのでございます。そうだ、その通り。アニメ本編では、エピソード4、重力の井戸の底で見て、ガランシェールの大気圏突入による注意をそらす陽動のために、カプールと共にダカールを襲撃。劇中で残党軍が使用した機体は、腕部の三連装ロケットランチャーが、小型ロケット弾を多数発射する仕様の連射性を高めたものに換装されていたほか、ボディにある4箇所のノズルが収束率の高いビーム砲に換装され、えげつないほどの攻撃性能を獲得していたのは語り草。実に、両機のカプールがネモにあっさりやられる中、ジム2、ネモ、ジム3で編成された防衛部隊とドッタンバッタン大騒ぎ。ジム2やジム3を、シールドをものともせずに両腕のロケットランチャーで蜂の巣にし、迫り来るネモのビームサーベルを右腕のロケットランチャーで受け止めながらも、左腕のロケットランチャーの方向でネモのコックピットを潰し、カプールを倒したネモが向かってくると、ボディのビーム砲の一斉発射で返り討ちにするなど、視聴者が驚愕するほど活躍したのよ。パナイネー。なんやかんやで、最後はジム3のビームジャベリンを受けてやられるものの、一応、後発のジムバリエーション数機を葬り去る怪魚は、同じく、エピソード4に登場するバイアランカスタムと同様、多くの視聴者の脳に焼き付いたのでありやした。なるへそなるへそ。これまで色物扱いだった機体のあんまり生改造っぷりに、こんなもん俺らが知ってるジュアックじゃねえと、古参のファンが驚愕したのは当然しかり。勘のいいやつなどは、おそらく、ジュアックはきっとかの予定があるんじゃね？そんでさっさとやられたカプールは、きっとかの予定はしばらくお預けってことだと察したわけだよ、こんちくしょう。制作スタッフのお祭り騒ぎが際立っていたエピソード4から鑑みても、その中に重度のジュアック信者が存在したのにちげえねえ。まさに、陽動のシーンでゴジラ上陸張りの派手な演出をぶちかました。かつては特撮怪獣ものに傾倒していたものも多い。古参のガノタを意識しているのは明白。しかるに、どっちかってえと若い衆は、ジムが活躍した方が嬉しいはずですからに。でもね、まあ、なんだ。ここまでやるなら、シンマンとサータンの戦いみたく、鼻で首を絞めるシーンもやっとかなければ古参が納得しないかもしれん。かもしれん。果たして、バナージなどメインのキャラクターが乗る機体とは別に、名もない、おそらく古参のパイロットたちの戦いがしれっと描かれるのが、機動戦士ガンダムユニコーンが、古参のガノタに交換される点なのですよ、初見さん。中でもエピソード4は、ゴジラ映画の怪獣送信劇並みのファンサービス回として人気が高く、機動戦士ガンダムユニコーンは微妙とのたまう連中でも、あの回は嫌いじゃないというほどですな、そうですな。とにもかくにも、エピソード4に登場したマイナーな機体の多くがキット化され、多くのモデラーがそれらのキットを買い求め、それは、ガンプラ基金と言われる現在でも続いているのが現状。何せ、もともとがマイナーな存在だったので、一旦品薄になってもバンダイさんが再販してくれる可能性が少ないのは至極当然なことでした。まさにジュアックの存在は、エピソード4冒頭での戦いやガンプラによって、モデラーの脳に確実に刻まれたのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2012年3月、HGUC から、機動戦士ガンダムユニコーンに登場したジオン残党軍のモビルスーツ、ジュアック、ユニコーンバージョンが発売される。かつて、富の目も由来の試作モビルスーツとして人気を博した機体は、平成の時代にゾゴックと共に復活し、これは奇跡だと、古参のモデラーに言わしめたという。キットの値段は1700円。2012年3月に発売されたキットだよん。OVA、機動戦士ガンダムユニコーンのエピソード4、重力の井戸の底でに登場して活躍したジュアックが、ユニコーンバージョンでまさかのキット化。あんだけ活躍してたらキット化するかもしれんと言われながらも、実際にキット化されると思っていたものは少なく、当時としては、キット化されたことが奇跡と言われたガンプラなのでございます。ねえキット、来たー。ところがギッチョン、プロポーションはあっさり塩味。悪くはないが良くもない。そのゆえんは、ユニコーンバージョンと言いながらも、機体サイズはもとより、各部のゴンブと艦が劇中の作画と全く異なるのが意味不。どっちかってえと、作画漫画乗りまくって言っちゃってた本編よりも、地味な設定画に近い仕様と言ってよく、
ってなければ、1700円なんて値段にジュアックが収まるわけがにゃーのだと言っとこう、丸。キットの仕様は、当時の最新フォーマットを実装したというより、これまでの水陸両用モビルスーツのキットで培われたギミックを部分的に実装しているため、当然、実装されなかった部分は安っぽい仕様のままなので、安価に提供できたのだというミラクルが素敵すぎ。携帯式の武装はついてません。飾り台もついてません。色分け用のホイールシールとマーキングシールがつくけども、劇中の活躍を知らないのなら、ガンプラ売り場で釣られる奴が少数派なのは間違いねえ。だが、しかーし、当時は話題のモビルスーツだったのは間違いなく、棚に積まれたジュアックのキットが、売り場から消え去るのは極めて早かったのだよ。感動の嵐。かつて、旧キットが模型店に長らく売れ残っていたのが嘘のよう。箱が薄めなので潰されていたのが嘘のよう。まあ、アックやアック外ほどじゃないけども、一応人気があってそれなりにファンも存在する上、バンダイさんが大量に生産しすぎた結果とも言えるので念のため。各部の特徴を述べるなら、頭部はモノアイが稼働し、モノアイシールドはゾックなどで見られたメモリ付きのペット樹脂で再現。象の鼻のようなノーズ部分は、リード線を内蔵することで、まさに、象の鼻のように稼働するのよ皆の衆。ボディは胸部と腰部に分かれておりまして、中央にある関節を用いれば、なんと、横ロールがちょっぴりだけども可能なので、ポーズ付けの幅がちょっぴり広がっているのが嬉しいね。胸部内は内部フレームを再現、前後に稼働する肩関節に腕部を取り付ける仕様で、前腕に当たる3連装ロケットランチャーは、基部で1本ずつ独立稼働ができる上、方針の付け根にあるボールジョイントにより、自在に表情をつけることができるのですよ。まあ素敵。脚部は結構ざっくりした部分で、構造上股関節の稼働はいまいちな上、蛇腹部分は細い上にも中構造、末端の足の部分はパーツ数も少なく、なんとか巣立ちできる程度の設置性を誇り、旧キットでの売りだったはずのランドセル。いやさ、バックパックは、バーニアを含め、全く可動部が存在しないといういやあんな仕様なのだよ。わけわからん。特に頭部に関しては、モデラー間でも平たく潰れている歯と、丸みを帯びている歯が存在する状況。キットは設定よりの潰れた頭部なので、劇中での、おそらく担当の作画マンが暴走した結果のゴンブトナタイプに合わせた、丸っこい頭部じゃないのが悲しいねえ。この部分はかつてのガンプラブーム時に、ストリームベースの小田さんが、頭の形が良くないと言って修正を加えていた部分として、当時の体験者、記憶正しいボンボン派の方々に知られているのは周知の通り。旧キットの発売から30年も経ってから、同じような回収を加える事態が来ると予想していたものなどほとんどいなかったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。思い返そうそうし合う。そもそもガンプラブーム時に、バンダイも計算がネタ切れ、すなわち、キット化していないモビルスーツがなくなるというよもすえな状況に陥った際、かつて、スポンサーのクローバーさんからもっとやられめかを出せとの要請があって、富野運対象がジャブロー用モビルスーツのラフを作ったものの、打ち切りが決定したために使われずに終わった中から抜粋し、大河原先生によって、ランドセルを売りにした形で都合4体のモビルスーツがデザインされ、キットはなかなか盛況だったりしたもんで、アニメ本編に登場しなかったモビルスーツでもキット化すれば売れるとして、いわゆる、MSV へ至るきっかけの一つになったという歴史があるのよな。その4体は試作メカと呼ばれ、アックが進行ルートを切り開き、接近戦を行うアックガイやゾゴックに対し、ジュアックは後方からの砲撃支援が主任務だというけども、一体全体、どんな活躍が可能なのかもわけわかめなまま、そのビジュアルだけで人気を博したのは、今考えるに、際物好きが多いという異常な状況だったのは間違いねえ。ぶっちゃけ、水陸両用モビルスーツというのも意味不な感じで、ゾゴックのような潜水も可能な本格的な性能は持っておらず、あくまでも湿地が多いジャブローに侵入可能とすべく、浅く潜水できるくらいの、限定的な性能とか言われていたような気がする今日この頃。特にジュアックは、悪界のバリエーションというのも微妙な感じで、なぜに、人気のないモビルスーツのバリエーションを作ろうとしたのか意味がわからなかった上に、悪界と共通するパーツさえ見出せない謎構造なのも意味不。人によっては、そういう謎めいたところが良いというやつもいたし、古き良き、タツノコアニメの DNA を感じるとのたまうやつもいたものなのだよアホンダラ。少なくとも、ジュアックだけが当時100分の1スケールで発売されなかったもんで、人気がなかったという通説が存在する中、もっとひどく、マイナーなガンプラも存在した状況を鑑みれば、太陽の牙ダグラムなどポストガンダム的な存在が出始める中、ガンプラを出せば、何でもかんでも売れる時期が終わりつつあったと見るべきかもしれんやね。当時は、ボディにある4個の穴っぽこや象の鼻みてえなものが、一体何に使われるのか謎だと言ってたやつもいたけども、そんなもん、ガンプラの箱の横の方にある解説にノズルだとはっきり書いてあるもんで、様々な書籍でこの手の意見が散見されるのは、結局、こいつらはジュアックのガンプラを買ってないからわからないので、その間違いが脳内で訂正されないまま、長いこと間違ったテンプレが更新されちまっているのだよ。今も更新中なのかは知らんけど、
ずれにしても、まさかの機動戦士ガンダムユニコーンへの登場、そして HGUC での奇跡のキットか。これらはまさに本作が名作と言われるゆえんやね。正直、演出面では微妙と言われるのだけれどもね。富の運対象以下関わったスタッフが、スポンサーを騙してでも冒険を犯して作ったファーストガンダム以降、言うて、関連商品を売るための反則アニメでは、悲しいかな。与えられた権限の中での裁量しか認められていないのが現実。勝手をやりたいなら独立しててめえの金でやりやがれというのがセオリーなのだよ。仕事してるならわかるよな。おせぜ遅れるスポンサーに逆らってまでしてアニメ作品を作ろうとした方々など、砂の中の砂金を探すより貴重な存在ですからに。過去、多くのアニメファンが、出がらしをさらに煎じたテンプレアニメに絶望してアニメから卒業すると言い放つも、そう、10年に一度くらい、彼らをアニメファンに復帰させるパワーを持った名作が生まれ、この作品に出会うために生きてきたのだと、清水のような涙を流してアニメの視聴を再開するも、その後再び、これもダサく、これもダサくと、制作スタッフへの怒りと絶望感を募らせる日々に回帰した挙句、再びアニメから卒業すると言い放つパティーン。なんたること。なんたること。たった今ピザが届いたので今回の動画はこれで終了なのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、笑えなーい。